ピアニストの新澤健一郎です。13ヶ月ぶりぐらいのラジオやっていきたいと思います。2024年が明けて約2週間が経とうとしていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。年明け早々大変なことが次々と起きて、事故や地震でお亡くなりになった皆さんには心からお悔やみ申し上げます。被災された皆さん、そして影響を受けた皆さんにもお見舞い申し上げます。そして何と言っても直接支援とか救助に携わっている皆さんにお礼申し上げます。本当にありがとうございます。本当はね、もう少し早い時期にラジオやりたいなって思ってたんですけど、今年入ってすぐにちょっといろいろとバタバタとしておりまして、今日やっています。前回から13ヶ月も空いたのには、一番大きな理由は、一個のラジオ配信動画を作るのが大変すぎる。実はね、2本目っていうのを結構去年の早い時期とかに撮ってたんだけど、結局日の目を見ずに終わってしまいましたんで、もっともっと簡単にカジュアルに作っていこうということで、今これも何を隠そう iPhone のボイスメモで撮っております。そんな感じでお付き合いいただければと思います。去年2023年新澤健一郎が何をやったかというとですね、一番のトピックは新澤健一郎名義の CD5 つ出てるんですけど、すべてサブスクに乗りました。イエーイ。これね、お客さん的には相当地味なことだと思うんですけど、一人のミュージシャンとしてはこれはかなり大きな前進で、自分のねレーベル、そして月の光はアウルウィングレコードさんと連携してサブスクにアップしたんですけれどね、やっぱり変な話になりますけど、自分がね命を返すことになっても作品はこれで確実に残る。それとですね、海外の方にも聞いていただけるとか、あとCD、たくさんお買い求めいただいて、いつも本当にありがとうございます。CD 持ってる方もね、面倒な段取りをやることなく、面倒な段取りやってますよって教えてくれるお客さんもいて、本当に大感謝なんですが、そういうのなしでね、お手持ちのスマホとかで聞けるのも、いいよなと思って、それが去年の一番のお仕事かな。あとはね、そのソロピアノの月の光の中に入っているエグベルト・ジスモンチの7つの指輪っていう曲が、セチ・アネイスって曲があるんですけど、これをですねジスモンチさん本人に聞いていただいて、もう一体どういう返事が来るのかな、なんか剣もほろろだったらどうしようとか思いながら、そろそろ送ったっていうところもあるんですけど、めちゃめちゃ褒められまして、本当に嬉しかったですね。そのお言葉に関してはポルトガル語がちゃんとわかる音楽のブラジル音楽の専門家の日本人の方に訳していただいて、僕の X と Facebook の個人ページの方ですね、 Facebook はね、その固定投稿にですね載せてありますので、ぜひご覧ください。こうやってね話していくといろいろ思い出しますよね。自分のね誕生日のライブを米川秀樹さんを迎えて僕のピアノトリオでやったりとか、秋には水戸ガールトーク単発だったんですけれど、ドラムの福森信也さんとベースの小川新平さんという3人でライブをやることができて、これもとても嬉しかったですね。福森信也さんがそもそも40歳になったらドラムをやめようと思ってたとかってFacebook に書いてて、今後どうなるのか全く不明なんですけど、心配は無用なんですけど、ちょっとね来たるべき未来っていう意味ではゆるゆるとリラックスしてねやっていきたいと思っています。で、今年なんですけれど、胃腸五十相談のレコーディングが2月に控えておりまして、
そして4月の2日、これ普通の火曜日なんですけど、渋谷の JG ブラッドで谷口英二、新沢健一郎56歳生誕記念祭みたいなの名前でねやるんですよ。でそこに胃腸50相談の皆さんと、あと谷口さんがプロデュースするクラリネットアンサンブルのアクアミュージュさんという方々を迎えて盛大に行いますので、もうご予約フォームありますので、ぜひご予約の方よろしくお願いします。またね、いろいろと、あとそうだ、去年の話に戻りますけど、そうそう、新沢健一郎アコースティックナイトっていうのを始めたんですよ、去年から。学芸大学のコーヒー美学っていうお店で。ずっとね、コーヒー美学さんから新沢さんなんかやってよ、やってよって言っていただいてたんですけど、なかなか、僕もアイデアが出てこなくて、そうだ、じゃあ、まあ美学さんだったら、アコースティックのね、ミュージシャン、毎回、いろんなミュージシャンを迎えて、何か面白いことやっていきたいなと思ってやっておりますので、まあなるべくね、事前にどんなライブになるかを皆さんにインフォしようと思ってますので、最近ねさすがに何が出るかわからないっていう感じで来てくださるのが難しい感じなのかななんても、もう中にはねそういうのを期待してくださる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ある程度のインフォメーションはあった方がいいのかなと思って、なるべく全書しますので、コーヒー美学のライブにも来てください。具体的なスケジュール等々は各種 SNS、 そして僕のホームページでお知らせしていますので、そちらをご覧いただければと思います。今年も良い年になりますよ。大変なことにもなっているんですけど、その中で良いところを見つけて、みんなと共に歩んでいって、困ってる人、助け合ってやっていければと思っています。どうぞよろしくお願いします。最後までお聞きいただいてありがとうございました。また近いうちにやりたいと思っています。